さあ皆さんごきげんよう。今日もテケテケ日よりご覧いただきありがとうございます。本日はですね、宮崎駅にできた日向夏ポスト、あそこに、せっかくですのでこの時期ぴったりの年賀状を投函しに行こうと思っております。まあ、投函しに行くだけのね動画なんですけども、まあ、よろしければご覧ください。寒い。日向夏ポストに到着しましたんで、この特別な年賀状をね投函したいと思います。さあということで本日のミッション完了です。
た黒丸の塩唐揚げ弁当をね、ついつい買ってしまいました。この黒丸っていうのは、あの黒ニンニクがね、ものすごく美味しいとこなんですけども、唐揚げにも力を入れててね、すっごく美味しいんですよ、唐揚げもね。買わずには店の前を通るとどうしてもね、買ってしまいますね。さあ、今日はね、ちょっと車内でこの黒丸さんの唐揚げ食べたいと思います。これがね、美味しいんですよ、ね、いいですね、これね、ワンコインなんでね、かなり本当も大きいです。ということで今日はね、日向夏ポスト、日向夏ポストへの年賀状投函のミッションは完了して、そして帰り道についつい衝動買いしてしまった黒丸屋の唐揚げ弁当ということで、皆さんまたお会いしましょう。ごきげんよう。さよなら。